を開拓した人物でもあると思うんですよ、ジュリーで。回線、回線ですね。はい、だいたい風水エンジンが非常に強力なので、そうですね、まあ、動き回れる風水エンジンで大ダメージを取るというジュリープレイヤーが多い中で、はい、まあ、安定して確定状況が多いこちらの回線段階楽の方を主に使ってる、はい、まあ、ほぼほぼもう一択という勢いですよね。はい、そうですね。はい、回線は見れるか。さあ、それでは行ってみましょう。第1回戦、陽の種類対梅原龍、行ってみましょう。こちらはですね、はい、3試合選手のルールで3試合選手、行っていくということですね、はい、その1本目。さあ、この本大会は、はい、アーケード筐体で、対戦ということで、はい、両者カードを指しての対決となります。さあ、前に出る梅原、しかしそこにうまく差し返すのは岩田修理。さあ、クーパーを食べ続ける。これは乱打戦になっている。ああいう条件か、梅原。それでも前に出る。ガッサ戦上打っている。さあ、これは短期戦ならではの、いきなり攻め込んだのは梅原。さあ、ボンさん、どう思いますか。そうですね、やはり球の打ち合いでは分が悪いので、はい、自分から歩いて中足波動をガードさせに行ってますね。これがジュリ対策だと思います、はい。さあ、用なしは一息ついたところが、しかし体力差ある。それでも梅原が行く、立ち上げ。ああ、この体力差になった。用なしはどこから来るか、日本はチャージしている状況。さあ、 EX の風波を使っていく。これで一つ溜まったが、神谷さん、灼熱で1ラウンド目は梅原。ジュリ側に2ゲージない場合は、はい、ウルコンまでつなげるコンボがないので、はい、ウルコンを警戒するのが玉抜けだけになるんですよね、はい、で EX だと玉抜けでもウルコンまでつながるんですけど、はい、コンボではつなげられないので、ジュリ側のゲージに注目して試合見るのも結構楽しいと思いますね。そう、さあ、サポートが一発入って、ここも上が通っている。さあ、梅原が前飛びを多く見せている。ここまで画面端を取ったのは用なしだが、さあ、これはうまく差し込んだ。さあ、勝利をガードから動いているのは用なし、しかし体力差がついている。さあ、梅原が1試合目取っていくか。このグラツウシの疾風をガードしてきっちり押し置き、1試合目取ったのは梅原龍。そうですね、用なし選手も画面端をキープしてね、はい、ゲージを使って画面端をキープして攻めのターンを継続したんですが、はい、ちょっと鉄壁でしたね、梅原側が。続いてましたね。そうですね、結構盤石な感じで1試合目は取れたんじゃないですかね、はい、梅原選手は。さあ、そして今大会は両者の表情も見えると。そうですね、ところでこの辺りもですね、一つ見どころになっているかと思います。さあ、 1-0 先行したのは梅原。1試合目前飛びが非常に多かった。対する用なし、このような対応を見せるか。開幕両者玉、やはり用なしはクーマチをためてその前、しかしどんどん詰めるのは梅原。さあ、ここはセミ前捨てに中足から差し込んでいる。用なしジュリ側は相手が歩き歩きで近づいてくるのが分かっていたので、はい、ここのセービングを読んで中足から、扇風脚ですかね、はい、押し込んでましたね。あれも人読みができている証拠だと思いますね。さあ、ここも踏み込みが深いので大足。さあ、しかし体力リードは用なしジュリ。画面端は近づいてきた。梅原のプレッシャーがかなり強くなっている。鎖骨。さあ、イエス旋風車はガードして押し置き。これで体力が逆転。画面端の攻防プラス、そして灼熱から熱波動拳。さあ、ドットになった。最後はきっちり波動拳重ねて削り、お見事。足でやはり崩しがうまいですね、はい、小刻みに小足などを重ねて相手の投げを読んでの小足が刺さってますね。このプレッシャーはちょっと用なしとしても、そうですね、ちょっと困ってるようにも見えなくもない。さあ、めくりうまくガードして、その後の崩し、ここもしのいで、しかし中距離波動、この垂直も落とす。梅原の昇竜拳、白ゲージも取る。投げも通す。次は鎖骨、画面端、危険な攻防になる。大足噛み合っている。投げも通して、さあ、スタンチも十分溜まっている。なるほど、ここで3勝ち上げて、そしてセービング。
これで 2-0。 ちょっと強すぎますね。強いですね。これちょっと大変ですね。攻めても結構鋭いんですよ、はい、やっぱり画面端背負わせてるのは竜側なので、はい、でも守ってもココイチでの守りも完全に守ってるので、なんかこう心に余裕があってどっしり構えてるような、はい、この大会に向けて対策したんでしょうね、はい、このジュリっていうキャラに対しての対策が見えますね、はい、プラスね、先ほども言ったんですけどやはり野試合でやられてる2人なので、はい、ちょっと同時代とは違うことやってるのかもしれないですね。あ、いつもとは違う、はい、簡単にちょっとなんか押せてるじゃないですか、宮原選手側が白いように打撃が当たっている、そして投げも通っているという、ここまで左旋風車は側として、おっとここも第5スグラ潰し、恐ろしいダメージになっている。鎖骨が先ほどから面白いように当たる。ここはめくりで画面端を取りに行った陽の氏、その判断は良かったが梅原の逆勝利。これしんどいですね、ちょっと相手がノリノリなので、はい、なんか流れを断ち切る技でないと変わんないですね。で、さあ一気に追い詰めた、もうマッチポイントとしたのはこの梅原の竜。あ、陽の氏粘れるか、まずは自分のペースに持ち込みたい、そのためには1ラウンド取りたいところ。さあ、メガコキ、そしてうまくコンボを伸ばしていく、刻んで投げる、いいリズムになってきた。そうですね、この位置はかなり強いです、ジュリが。ダメージ、ウーハを巻きながら、梅原の対応をしている、ヨノシ、体力もリード、梅原はゲージがマックス、どこから来るか、灼熱を一つ見せる、さあ、フーハ、さあ、危険な距離、移動投げしたのはヨノシ、さあ、このラウンドは取っておきたい。さあすでに試合は 2-0、 そして1ラウンド取っているのは梅原という状況。しかしこのドットをどう削る。あ、さあ梅を通す、昇竜セミ滅。さあワンチャン圏内、さあうまくカードして灼熱は垂直疾風戦、見事に決めた。陽なしもこのままでは終わらない。さあヒヤリとしましたが、陽なし最後まで落ち着いてましたね。そうですね、いい試合でしたね。今のは梅原で、しかし灼熱も通る。これは打ち勝ったのは陽なし、これでかいですね。さあ両者お見合いから、さあまたもや灼熱が水平に、さあ陽なしもやりに来ている。激しくなってきた、上が通って、しかしこれはダウン飛びだったけどな。投げはグラップになる。さあこのまた危険な中距離、さあ下をくぐっていたヨロシ、さあどうなるか。梅原がやはりまだ詰める動きを見せる。お、それを押し返すように前に出る動きが目立ってきた。さあここは見ていた、チアシャハドでお釣り。おっ、両者ゲージは一つずつ、灼熱が入って画面端、これ危ないぞ、上から行く。さあガード選択をして逃げれるか、中段。でも中足が当たったら倒せたんですが、ゲージ吐いたので玉抜けでしか倒せなくなりましたね、これね。で灼熱ガードする、なるほど、どうする、セービング引っ掛けての遅らせ投げ、これが通って、これ危ない、どうする、おお打った、昇竜一戦勝者梅原大吾。じゃあお二方中央の方にどうぞ。はい、すみません、お願いします。じゃあお願いします。初戦終えてお疲れ様でした。上原さん、まずは1回戦圧巻のプレーでございましたけども、いかがでしたか。あのジュリ戦はかなり今回対策してきたんで、あ、なるほど、それが生きてよかったです。素晴らしいプレーでしたけども、まあ、初戦、まあ、危なげない試合で勝ち上がりましたので、続いての2回戦決勝に向けて、じゃあ意気込みをお願いいたします。そうですね、まあ、ジュリーだったらかなり対策してきてるんで、はい、まあ、ジュリー上がってくるとやりやすいかなと思うんですけど、じゃあ先ほど言われてたヨッサンとの対戦もあるかもしれませんからね、はい、ぜひぜひ頑張っていただきたいと思います。さあそして敗れましたが、陽なしさんお疲れ様でございました。いかがでしたか。いや、梅原さん強すぎて本当全然ダメでした。なるほど、悔しいですけど頑張ってください。でも後半かなりいい巻き返しを見せてましたからね、はい、あとちょっと1個気になったのはこのショルダーバックはかけながらじゃないとプレーできなかったですかね。いつもかけてるんで。あ、なるほど、ゲームセンタースタイルで。そうです、
なるほど、若干これでバランスが崩れちゃったのかなというのを思ったんですけども、いやそんなことはないです、それはない、はい、逆にこれやりやすいスタイルでということで、やりやすいスタイル、いや本当素晴らしいプレーお二方ありがとうございました。梅原選手は2回戦に進出でございます。ありがとうございました。